レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資家、いつです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、レバナスバック上げ。レバナスホルダーは安い時に仕込んでおりますので、今から天国。アンチは変えず後悔ということでね、もう今ね、かなりアンチの声がね、少なくなってくるんじゃないかと思い起こせば2022年。 レバナンス大暴落。その時アンチはレバナンス凍ってるつはアホだとかカスヤとかね、えー、ラいこと言ってましたけれど、え、皆さんどこ行ったんですかというね、えー、ことで。えー、そうし、えー、そうしまして、えー、株式っていうのはね、 安い時に買って高い時に売るっていうのを知らないアンチがたくさんいるんですよね。そして今年に入ってから、まあ、ナスダックを含めてね、SOXL はガーンとね、えー、上昇しておりますので、ちょっとね、今、長期枠で仕込むのは怖いなと。いや いざまだまだね、上がっていくから、安いから購入しておいてもいいんだという方はね、もちろんそのね意味は分かっております。そしてレバナスは毎月購入していきますので、まあ、安かろうが高かろうがね、もちろん購入し続けるということになるんですけれど、ちょっとね、スポット購入などはね、もう少しするとお休みにしていこうかなということで、今ね、レバナスとかスポット枠でね、購入する ETF 商品。まあ私はね、それ以外のものをね、今安くなってるやつがあるんで仕込んでるということがありますので、ね、まあそのあたりのことを今日は皆さんと情報共有していきたいと思います。それでは、スタートです。 はい。まずはね、確認していきましょうということで、こちらは QLD ということになっております。年初来パフォーマンスは驚異の66.69%を叩き出しているということになっておりますので、まあ、かなりね、QLD が急回復しているということは、レブナスも急回復しているということで、まずは金曜日の基準価格が24,683円まで回復しております。 ただし、金曜日、QLD の方は、プラス5.13%上昇しましたので、月曜日の予想価格の方は、25,949円ということになっております。月曜日、アメリカのマーケットはお休みですけれど、日本の証券会社さんは空いてますんで、この、ね、価格が出てくるということになりますから、まあ、一気にね、 1000円以上プラスになっているというね。まあ、これがレバナスのパワーだというね、えー、ことになっております。えー、そして私が2021年5月から保有しておりますレバナス。残念ながらまだプラテンはしておりません。マイナス12.11%ということなんですけれど、これ多分ね、本来だったらプラテンしてるんですよね。なぜかというと、今年から 株価が下落したところからレバナス投資をすればどうなるんだっていうね、データを取りたかったんで、今年、この特定口座のレバナスっていうのはスポット購入しかしてないんですね。毎日購入をしております。ですけれども、月5万円の レバナス投資っていうのは一般人サークに移したわけなんですよね。その一般人サーク今年の1月から5月まで購入できております。25万円という、ね、ことになってるんですけれど、こちらのパフォーマンスは驚異の25.94ということになっておりましてね、すでに25万円に対して6万4千円、トータルリターンプラスになっていると。 いうね、ことになっていますんで、まあ、これが本来だったら特定講座の方で合わされていればね、まあ、かなりね、トータルリターンね、改善していて、もうちょっとでプラテンというようなね、ところまで来ているんじゃないのかなというふうに思います。ですけれど、いつも言ってるようにね、レバナスガチホしてたら大丈夫ですよ、という、ね、ことを言っております。 というね、えー、ことで、それをね、実際にね、えー、このように目の当たりにね、えー、して、えー、今年中にね、えー、この商品をプラテンさせれば、アンチはグの根も出なくなる。いや、プラテンじゃない。どん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 。 トータルリターンプラスにしていくんだというね、えことで、まあ、こちらの方はね、しっかりと伸びていってると。ただしね、やはり株式っていうのは安いところで買うっていうのがね、まあ、どれだけ重要なのかというのはね、わかりますよね。ですけれど、レバナース、もともとはね、4万円以上つけていた基準価格ですから、まあ、今でもね、十分お安いということになっておりますので、私は平均取得価格、特定口座の方が2万8000円ということになっておりますので、この平均取得価格、 と基準価格がイコールになるままでははね毎日スポット購入の方は続けておりますそして今年からずっと続けてたんですけれど5月に入りましてね株式売買の方が調子がいいということで1日のねスポット購入代金は、ね、2倍にしてるということになっておりますのでさあここから追い込みをかけてトータルリターンプラスに持っていくぞということですね。 続きましてはトップ9ということで、仮想ナスなく3倍ブルということでいいんじゃないかなと。えー、こちらはね、さすがに3倍のレバレッジがかかっているということなんで、脅威の106%。 ね、叩き出しているということになっておりますので、もう笑いが止まりませんよね、と。そして私が保有しております、ナスダック103倍ブル。こちらの方はね、ドルの資金が欲しかったので、すでに26万円売却済みです。その後の残ということになっておりまして、 34,866円、こちらの方を、ね、残しておいたということになってるんですけれど、評価損益、こちらの方はプラス21,818円。 パーセンテージは62.57%を叩き出しているということになっておりますので、まあ、やっぱり買う時期ですよね。これかなりお安いところで買っているということで、平均食価格が5458円のところで購入しております。今の基準価格が8875円ということになっておりますので、まだまだこちらの方はぐんぐん伸びていくと。 一旦ね、ドルの方で稼ぎまくりましたので、ドルの方を余らしてますんでね、再度、ナスタック103倍ブルガ、そうですね、7000円切ったら、 こちらの方はね、買い戻ししていこうかなと思ってます。株っていうのはね、上がりっぱなしじゃないですからね、そのうち下がりますから、何年後に下がるか、何ヶ月後に下がるかはわかりませんけれどね、まあ、こちらの方は買い戻ししていきたいなと思っております。ただ、打った時、もったいないなと思われるかもしれませんけれど、いや、利益出てる分っていうのはね、どっかで利確しておかないと。上昇しっぱなしっていうことはありませんから、必ず、ね、下落していくということがありますから、 まあ、レバナスはガチホですけれど、まあ、それ以外の商品、しっかりとね、利益の乗ったところで、ドル、円に戻しておいて、再度ド、ね、入るタイミングっていうのを狙っていく。そして私の場合は、そのね、円に戻している、ドルに戻しているっていうのをね、円のまま、ドルのままでは保有しませんのでね、ATF 商品に短期で入れ替えて、そしてね、どんどんと資産を増やしていくということになってますんで、このトップ9に、 お金を預けていたのを一旦抜いて、もっとね、お安い商品の方に入れていると、この年初来でね、もう106%も上がっている商品、それはこの後ね、50%、60%上がっていくかもしれませんけれども、まあ、そこを狙うんではなくてね、今、お安いやつを狙っていると。 そうしまして、こちらは SOXL ですね、脅威のパフォーマンス、年初来パフォーマンスは144.44%というね、脅威の数値の方を叩き出しているということになりますので、まあ、こちらはね、長期枠で保有しておりますので、まあ、ニコニコが止まらないと。 そして TCL ですね。こちらの方も年初来116.9%上昇しているということで、まあ、やっぱりこうやって見ると、ソクルが一番、ね、上昇、ティクルが2番目、3番目、トップ9というね、まあ、いつも通りの順位になっているんじゃないのかなというふうに思います。ただしね、このティクルもそろそろ回答できるんじゃないかということで、 まあ私が、ね、保有しておりますティクル。一番、ね、初めに買ったのは2022年1月25日。なんとこの時の基準価格は53ドル98セント。で、一番最後に購入したのが2022年9月の15日。 え、ドルの方が143円にね跳ね上がってた時ですね。29ドル79セントということでね、購入の方をしております。平均取得単価が47.5595。現在の ティクル、こちら46.59ということになってますんで、ね、損切りせずに持ってたら、そのうち株価回復すると言ってるでしょうということで、まあ、あとね、まあ、あとね、2.03%上昇していただければ、まあ、プラスマイナスゼロになると。この商品はね、利益が乗ったら売却しようと考えております。要はドルに戻して、今のね、もっと安い商品にね、組み替えていきたいというふうに考えております。 そうしまして、テスラ1.5倍ブルですね、えー。こちらはまあ基本的には長期枠では考えてないんですけれど、短期でね、回していくには十分じゃないかなということで、テスラ1.5倍ブル。これね、1.5倍しかレバレッジかかってないんですけれど、脅威の120.24%、えー、年初来パフォーマンスを出しているということでね。いやー、テスラの暴れっぷりっていうのはすごいもんだなと。 なんとね、トップ級とかね、ティクルの上昇率をね、抜いているということになっております。ただし、今ね、えー、ご紹介させていただいた商品たちっていうのは、まあ、ちょっとテスラ1.5倍、ブルーは余談でしたけれども、まあ、すでにね、かなりのね、今年に入ってからの上昇をね、えー、していってますんで、まあ、毎月のね、積み立てされてる方はね、まあ、そのまま継続なんですけれど、ちょっとスポット購入ね、 するにはね、ちょっと高くなりすぎてるんじゃないかなというふうに考えております。 じゃあ、まだまだ今から仕込んでいける商品は何なんだということで見ていきますと、えー、まずは LABU、年初来パフォーマンス、マイナス6.28%ということでね、えー、今年に入ってからへこんでいるということになっております。まあ、こちらね、ソクルとね、違う値動きするんですよね。ソクルが上昇するときに LABU が下がる。LABU が上がるときにソクルが上がるというようなチャートがね、よく見受けますので、まあ、一応 短期枠で私はよく使わせていただいております。まあ、こちらの方もも、ね、しっかりと金融緩和に、ね、入っていけば上昇していくと思いますので、まあ、かなり、ね、お安いところにいてると。ただ、ね、今仕込みどころかっていうと、ね、タイミングを計らないといけないかなと思ってます。さあ、DPST ですね。もうこちらは今、金融不安ということで。 年初来マイナス75.70ということでね、えー、そこね、付近にいてると。ただ、えー、この DPST の52週の最安値は3.46だったと思うんでね、まあ、そこから考えると、ちょっとね、2ドルぐらい上がってしまってますんで、まあ、この5.37で仕込むんではなくてね、まあそうですね、5ドル切ってできれば4.5。 ぐらいいいで仕込めれば最高じゃななのかなという,ふうに思っております今一番熱いのがこれじゃないのかなということで tmf という、ね、ことになっているんですけれどこちらは年初来パフォーマンスマイナス6.60という、ね、ことになっておりまして7.5なんですよね私はこの tmf ずっと、ね、言っているんですけれども 8ドル切ってね、7.8切ったら買いだということになっておりますので、こちらの商品は今ね、仕込み中ということで、私はこのね、TMF が今一番のおすすめじゃないかなということで、こちら、月足チャートになってるんですけれど、もしっかりとね、お安いところにいてるというのは、このチャートを見ていただければわかるんじゃないかというふうにね、感じておりますんで、こちらの方を、 購入していいいくのが、ね、いいんじゃないいかななと思いますなぜここまで落ちているんだということで、FRB が金利の方をどん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 上げていっておりますんで、債券っていうのはね、金利が上がれば債券価格は下がる。 債券利回りは上がるという関係なんで、今下がっているところに、まあ、デフォルト問題というのがね起こりまして、まあ、これによってね今 ETF 商品、インコジタ債最に3倍のレバレッジがかかっている商品なんですけれど、下げていっているということなんですよね。ですけれど、過去を振り返ってみれば、金利が低いとき、しっかりとね上はヒゲタッチでね50ドル超えておりますし、まあ、1年前、 考えてみたとしても14.48あったということなんで、まあね、1年前から比べてもまあ約、ね、2倍ぐらい安くなっていると、まあ、いうことになっているんで、この債権問題が解決して、利上げ がね、ストップして、利下げになれば、この債券っていうのはね、株式と違って必ずね、上がっていくんですよ。ですから、まあ、ここは安心してね、ちょっと株式っていうのはハイリスクだなと思われてる方でも、1、2年もつきであれば、まあ、必ずね、あの、上昇していく債券ということになってますので、まあ、これね、今、仕込みどころと、まあ、最強に仕込みどころじゃないのかなというふうに思っております。ただね、 これ気をつけていただかないといけないっていうことが一つあります。それは何かというとね、SOXL とかトップ級とかっていうのは青天井なんですよね。これは企業体ですから、企業がどん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 成長していって、それに伴って株価がどん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 上がっていく。未来永劫ね、その企業が存続して勝ち続ける限りは上がり続けるというのが、まあ、株式なんですけれど、債券っていうのはね、 天井が決まってるんですよ何かというと、日本がやっているゼロ金利政策なんてね、やってしまいますと、金利をそれ以上下げれないわけですよね。債権っていうのは利回りが高いときは安くなる。 利回りが低い時は高くなるということなんですけれど、金利がそれ以上下げれなくなったとき、このチャートを見れば、だいたい50ドルを超えたあたりですよね、そこが天井なんですよ。残念ながら TMF っていうのは天井がありまして、今、7.5ドルで購入したからといって、10倍の利益が取れるかっていうと、取れませんということになってくるんで、この商品、2倍、3倍ぐらいだったらしっかりと狙っていける。 入りだったらね、45倍までだったら狙っていけるのかなというところがあるんですけれど、えー、10倍をねソクルとかトップ9とかの安い時に買って狙うとか、えー、100倍を狙っていく。 というような商品ではないんですよね。確実に2倍、3倍の利益、もしくはね、1株あたり2ドルとか5ドルとか10ドルね、取っていくというような商品になっておりますんで、まあこのね、送り人を目指して TMF を買うというよりは、短期から中期あたりでね、しっかりと資産を 2倍倍からね3にに増やしてていいいいくとととうううよなな使い方をすする商品ということになっておりますただ短期間にね上昇ねどこまでしていくのかっていうのは分かりませんけれどもまあね9ドルとか10ドルぐらいまでだったらねある程度のね段階で戻っていくんじゃないのかなというふうに考えてますとりあえずは今デフォルトの問題がありましてこちらのね問題が解決すればね多少リバウンドすると思います。 思うんですよね9ドル台ぐらいまでだったら、まあ、リバウンドするんじゃないかなとあとはね本格的にクワルーのね金利打ち止めそしてその後数ヶ月後の金利下げそういうね段階になっていけば、まあ、じわじわと伸びていくのかなというふうにね考えてますんで、まあ、その辺りのことも含めて仕込みごろということをね考えていただければと思います私の方は特定講座の方でとりあえず617 7株ほどね、この TMF、そして DPST の方は特定口座と一般にサーク合わせて1000株以上。TMF も一般にサークで多少、ね、持っております。そういう形で今、ね、買い集めていっているところというふうになっておりますので、何度も言いますけれど、株式っていうのは。 安い時に買ってね、高くなるまで待つということがありますんで、まあ今ね、安くなっている ETF 商品の中でね、まあ一番ね、安心して握れるのは TMF じゃないかなということですね。ただし、この商品、ドボンを食らうとすれば、アメリカのデフォルトが発生してしまった場合、これは諦めた方がいいかも分かりませんね、ということなんですけれど、まあデフォルトが起こる確率って っていいううのは99.99999%ないと思うんですよねアメリカこれ起こしますとえ経済大混乱世界中の経済が大混乱そしてその現況を起こしたのは君たち議員だということでねもうアメリカの黒歴史に名前を残すことになりますのでまあそういうことはね、えー 起こさななないいんじゃないかなとあくまでもギリギリのね、えー、あのタイムリミットギリギリまで引っ張ってるだけじゃないのかなということなんで、まあ、下手したらね、月曜日はアメリカのマーケット開きませんので、火曜日あたりでこのデフォルト問題解決しましたなんていうことが出れば、まあ、そこからね、 d m f で上げていくということも考えられますんで、火曜日、水曜日、木曜日、このあたりがね、仕込みどころの最後のスパートになるのかなと。ああ、もっと資金があったらいっぱい買えるのにということになっております。まあ私は購入しますよということですけれど、皆さんね、購入するかどうかは自分のねえ頭で判断してください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。